ほい。6月4日から次の日、6月5日、金曜日。もう本当に霧がすごーい。一体倒、あれ一応倒したってだよね。濃いね。ねえ、交通事故すごそう。似てる？何が？図書館で借りた童話。はい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 。その童話の話聞きたいな。アスカさんはやっぱり休みですよね。そして気づくしおりちゃんですよ。さすが。昼休み。端末室とな。一面。声がいろんな人聞いてる。化け物を見たっていう人もか。ね、現実世界への干渉が強まってる。早退する？マジ？どういう立場？どういうこと？よくわかんない。よくわかんない。はい、二手に分かれて。はーい。そういう編成でいいんだ。はいはい。根回し。じゃあ平日の昼マラソンですね。はい、よろしくお願いします。はい、本命はレンガ小道。はいはいはい、なるほどね。うんうんうん。はーい、はい、わかりました。あ、はい、よし、じゃあ行きますか。開始がここからって珍しいね。どうしよっかな。クラブハウスから行こうかな。道場は誰もいないよね。だって今お昼なんだもの。みんな授業中だよ。あ、今昼休みか。霧の話。なるほどね。なんか変かなって思ったけど、そういうことだったんだ。接触事故とかはありそうだよね。おお、次回作。すごいな、スパンが本当に。いっぱい食べてんねー。いや、ほんと食費問題すごいな。
いっぱい食べる人ね、どうなってるんだろう食費。プロですね。はいはい。好きなんだ納豆と塩辛。事件の予感。落ち込んでる。昨日中学校の旧友と会ってたもんね。まあでもさ、トラウマってなかなか乗り越えられなくない？うわこの人嫌だったっていう人に突然声かけられてうまく喋れるかって言ったら絶対喋れないと思う。出しとこう。そうだ、生徒会長で生きるんか。行きます行きます。用事はなさそう。意外とくっつくのではこの二人。意外とそんなことはないか。どうしちゃったの、知恵熱出ちゃったの。なるほどね。なるほどね。いや徹夜は無理だよ。うん、面倒見いいと思う。これがリックスポジションですよ。大変ね。ちょうどよかった。生徒会に入るのか。来週の日曜日にマラソンがある。へえ。なるほどな。え、すっごいね。偉すぎる。はい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 。霧自体に問題があるわけじゃない。霧はただの結果。なるほどね。プロの見解面白いですね。なるほど。集中集中。しおりちゃん、
いや、しおりちゃんほんとなんだろうね。なんて言えばいいんかな。でも聞きたいことがあってもすごい我慢してる感じもあるから、あんま我慢しすぎも良くないかね。おい、じゃあ本校舎2階、いつもと違うルートで回っております。あ、目の前にリオンちゃんいるじゃん。邪念っていうか、まあ応援してくれるのは嬉しいけど、どうメンバーのことを学校でプライベートで聞かれるっていうのはちょっとなんか複雑かもね。リオタなんかお話ししてんの。いい子だな。なるほどね。大変だね。どっちから話しかけようかな。取れるといいね。へえ、そうなんだ。好きなのかな。どうなんだろう。実はオープニング曲を次歌うことになってるとか。三次元女子には興味がないのです。なんか寝起きなんだけどめっちゃ声出しにくい今日。お、どういう。よっよっ。ね、無事に連れて帰らないと。そうなんだ、警察になりたいんだ。すごいね、確かに。はあ、すげえ。なるほどな。
すごいね、学校内で。はい、よいしょ、よし、じゃあ、おお、さき先生、冊子が。これで全部見たかな。こう回って、こう回って、こう回って、こう。うん、大丈夫。じゃあ、レンガ小道が最終地点ということで、駅前から行きます。シグさんおらんね、さすがに。てか、おらんね。だって、スターカメラのこの人でさえおらん。玉突き事故。確かにね。あ、そうなんだ。へえ、初めて聞いた。あんまり。あ、そうなんだ。へえ。なんか私はあんまり買わないんだけど、お母さんが最近買うのが好きみたいで。言ってみようかな。はい。お昼間からいるの？その、なんだろう、見てる時間働いた方がいいんじゃないの？内職するとか。まあでも増やすよりも減らすのを少なくするっていう趣味もあるっちゃあると思うけどね。それが好きみたいな。あ、ネメシスの関連企業か。なるほど。難しかったよね。やあ、いらっしゃい。またどうぞ。はい、次スターカメラ。あ、中にいますな。さすがに少年はおらんね。ゾディアックなんだ。はあ。こういうのを知った上で、アスカさんがどういう反応してたかっていうのがわかるね。そうなんだ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ほいほいほい。あんなの。4本足をした黒い影。
いい店長だ。え、あなた昼間からいるのね。まあでも小学生だから今日は午前中だけとかなのかな。すごい勢いでいろんな本読んでてすごいね。はい、次、森宮商店街。ふんふんふん、あの子。何してんの？やばくない？やばくない？それはやばいわ。どうした？やばいなっていうぐらい見えてないっていうことよね。いや、わかりやすいけど、このおばあちゃん忘れがち。はい、仲間割り。あ、まいじゃん、もう帰ってきてんの？今日はおじいちゃんが受付なんだね。休んでほしいから、まゆちゃんに。柳スポーツ。用事で市内の体育館に行った時にちょっとしたことがあった。レンガ小道のあたりでつまずいて膝をすりむいた人を助けた。おお、恋愛話の話？そう、合コン系どうなったんかなって思ってたんだけど、さすがにこの金の話かなと思ったらそっちの方に繋がったっていうね。誰だ？絵描きの人？いいじゃない、いい傾向ですよ。応援しますよ、わしは。顔が広い。ねえ、大人な付き合い。うなり声。その四足歩行の影と同じあれなのかな。今回のボスっぽいかな。そっかそっか。あれ？前、明日から撮影っていう話だったよね。だよね。今3日目だから、1日目の時に明日って言ってて、2日目の時に撮影日だったんだ。なるほどね。流れちゃうかもね。はい、次。はい。ここは時坂くんのおじいさまの神社ですね。そうなの。
ええってなんでんなことまで知ってるんすか。なんといっても生徒会長ですから。理由になっているのかどうか。なるほどね。何かを感じ取っている。電話してる。仕事は？ああ、そういえばなんかデートがうんたらっていう話してたっけ。いやでもさ、普通にキャンセルしてあげる方が私は優しさが伝わるなって思うな。気持ち悪いもの。あえて話しかけにくるくスタイル。ちょっとした縁。では聞かせても。おお、よくやったの。ほんの心づけじゃ。受け取るがいい。お、やった、5,000円。ではまたの。そんなお小遣いくれんの。では聞か、なんね、んでは5000円って、5000円ってお年玉じゃないですか。さらっと、すごいね、大ボーナスじゃん。歓喜すぎるというところで、次は連絡道ですかね。